こんにちは。本日紹介する中古のサーフボードはヘイデンシェイプスから出ている、ホーリーヒットというモデルになります。ヘイデンシェイプスの中では、オールラウンドに使えるボードになっていて、まあ、スモールコンディションから、サイズの大きい波でもしっかり対応することができるモデルになってます。僕自身かなり今気に入っていて、乗っているモデルの一本となってます。で、状態の方がですね、デッキが、少し、フットマーク等があるっていう状況と、ボトムの方ですね、もう特に大きい、へこみ傷はなく、一箇所ちょっと気になるのがこちらのところですね、まあ、少し、へこみがあるという状態です。それ以外は、極み等も少ないので、はい、まだまだしっかり使っていけるかなと思います。はい、サイズの方が、5.8、リッター数が 27.86 リッター、かなり細かい数値にはなるんですけども、まあ、体重、そうですね、65から70キロぐらいまでの、中上級者の方、60キロから65キロの初中級者のステップアップにはかなりもってこいのサイズのバランスになっているかなと思います。このモデル自体がヘイデンシェイプスのヒプトクリプト、一番売れているモデルの、ノーズを他のモデル、ホーリーグレルと、付け替えたモデルになってますので、パフォーマンス性もすごく上がっていて、かつテイクオフパドルがすごく速いモデルになってますので、まあ、スモールコンディションでもしっかり、使える一本かなというふうには思います。で、お値段の方が88,000円、消費税込みとなってますので、まあ、ぜひ気になる方いましたら、ご連絡いただければなと思います。サイズ等の詳細は概要欄に載せてますので、もし気になる方はそちらも合わせてご覧になっていただければなと思います。ありがとうございます。